魅力的な空撮映像を気軽に撮影できるツールとして人気のドローン。子供でも楽しめるタイプや本格的な機体操縦、空撮が楽しめるタイプなど様々なドローンが発売されています。ドローンに興味はあるけど、種類が多くて自分に適したドローンがわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は人気のおすすめドローンをご紹介。選び方や人気メーカーも解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。リストの最初の製品は、ダイズトイドローンテロブーストコンボ DJI、DJI。前室の DJI、DJI ライズトイドローンテロの専用アクセサリーがセットになった商品です。セット内容は、機体1、プロペラ、1組、4、プロペラガード、1セット、バッテリー3、バッテリー充電ハブ1、ミクロ USB ケーブル1、プロペラ取り外しツール1となっています。後から買い足す手間をなくしたい方におすすめです。リストの2番目の製品は、ドローンホーリーストーン、ホーリーストーン。誰でも気軽に楽しめる機能が備わったコンパクトドローン。簡単な操作で安定した飛行が可能なので、初心者の方におすすめです。ボタンを押すだけで、離着陸可能な1キー起動、着陸機能や自動で高度を維持してくれる、ホバリング機能など操縦をサポートしてくれる機能が充実しているのが特徴。高解像度 720p カメラ搭載で、綺麗な動画や静止画を撮影できるのも見逃せないポイントとなっています。次の製品は、ダイズトイドローンテロ DJI、DJI。重量 80g の非常に軽量な高性能トイドローン。コンパクトながら安定した飛行姿勢を実現しており、直感的な操作ができるため初心者でも簡単にドローン体験ができるモデルです。プロペラガードがデフォルトで付いているので、大切なドローンを衝撃から守ってくれるのも嬉しいポイント。ブレ補正が搭載された500万画素のカメラで綺麗な映像を撮影できるのも魅力です。リストの次の製品は、マビックミニコンボドローン DJI、DJI。スマホサイズに折りたためて、重量 199g と軽量で持ち運びしやすい小型ドローンです。誰にでも簡単に操作できる性能を備えており、初めてのドローンとしておすすめの1台。2.7K カメラと三軸ジンバルの組み合わせは、鮮明で滑らかな映像の撮影が可能。自動ホバリングや自動撮影機能で、初心者でも安定した飛行が楽しめるドローンです。本製品は専用ケースやプロペラガードが付属している人気のセットになっています。次の製品は 2.4GHz GPS、FPV&AMP 1080PHD。Wi-Fi CAM ドローンイングレス。GPS が搭載され、様々なインテリジェントフライが可能なトイドローン。ホームポイントを設定すれば、自動で帰還するリターントゥホームや、自動で旋回しながら対象物を撮影し続けるサークルフライモードなど、ドローン撮影の醍醐味を手軽に楽しみたい方におすすめ。本体やコントローラーが収納できる専用ケースも、付属しているので持ち運びも便利です。リストの次の製品は HS120D ドローンホーリーストーン、ホーリーストーン。GPS 搭載で様々な撮影の可能性が広がるトイドローンです。高画質 1080p カメラ搭載で美しい映像が記録可能。フォローミーモードでランニングや自転車などを楽しむ姿をアクティブに撮影することができます。最大飛行時間は32分と長く、ドローン体験を存分に楽しめるのも特徴。安定した操作をサポートする初心者モードがあることも、おすすめしたいポイントです。次の製品は、ミニに DJI、DJI。コンパクトかつ高機能で、初めてのドローン撮影におすすめの1台。重量は 199g と軽量で持ち運びも便利です。4K カメラと三軸ジンバルの採用により、美しくスムーズな映像を撮影することができます。
自動ホバリング機能で、機体は常に安定しているため、初心者の方でも驚くほど、ハイクオリティな空撮が可能。専用アプリで編集し、簡単に SNS にシェアできるのも魅力です。リストの次の製品は、HS-161 ドローンホーリーストーン。持ち運びに便利な折りたたみ式のトイドローン。1080p カメラ搭載で旅先での美しい映像の撮影が可能です。機体の傾きを修正し姿勢を水平に自動制御する機能が搭載されており、初心者の方でも安定した飛行を体験できます。機体は取り外しできるため、手持ちカメラやスマホを充電するモバイルバッテリーとしても利用できる優れもの。様々なシーンで活躍するトイドローンをお探しの方におすすめです。リストの次の製品はドローンホーリートン。大きさがわずか 11.5×84.5cm の手のひらサイズのトイドローン。高弾性プラスチック製のプロペラガードがついているので、衝撃や人への危害を軽減してくれます。オートホバリングやヘッドレスモード搭載で、お子様でも簡単に操縦できるのも魅力です。3D フリップでトリッキーな飛行も可能。クリスマスやお誕生日のプレゼントに最適なトイドローンです。次の製品はワウイトイズラークハイテックマルチプレックスジャパン。操作性に優れた軽量コンパクトなドローン。繊細な指先の操作に機敏に反応するレスポンスの良さと安定感のある飛行が魅力です。専用アプリをダウンロードすればスマホで操縦可能。映像を見ながら臨場感あふれる操縦が楽しめます。ジェスチャーモードやワンキー離着陸、ヘッドレスモードなど初心者にも嬉しい機能が充実しているので気軽にドローン空撮を体験したい方におすすめです。リストの次の製品はドローンポテンシック。赤外線で相手のドローンと対戦できるトイドローン。プロペラガードがついているので子供でも安全にドローン操作を楽しめます。720p カメラが搭載されており、スマホからリアルな映像を見ながらドローンを操作できるのもポイント。高度維持機能やジェスチャーコントロールなどドローンの楽しさを手軽に体感したい方にもおすすめです。次の製品はドローンスター。スマートフォンアプリと連動し、ドローン操縦の基礎を学べるトイドローン。ドローンの起動手順や基本的な操作方法はもちろん、ホバリング検定など操縦精度をスコア化してくれるトレーニングメニューも用意されています。操縦時間やスコアなどの記録を残せるので、ゲーム感覚で日々の上達を実感したい方におすすめです。次の製品は、スカイハイ2 G-Force、4K で静止画、2K で動画撮影ができる高画質カメラを搭載したコンパクトドローン。飛行中でもカメラアングルを90度調整できるため、捉えたい風景を逃しません。専用のプロペラガードがついており、室内でも気軽に楽しめるのも嬉しいポイント。ワンキー操作で簡単にホバリングや離着陸も可能なので、初めてドローンを操縦する方にもおすすめです。リストの次の製品は、ドローン 4DRC、軽量でコンパクトに折りたためるトイドローン。120度広角 1080p カメラ搭載で、鮮明で美しい映像が撮影できます。バッテリーが3つ付属し、最大39分の長時間飛行ができるのも嬉しいポイント。旅先での景色や家族、仲間との思い出をしっかり記録できます。離着陸を1つのキーで操作できるワンキースタートや手の動きでドローンを操作できるのジェスチャーコントロールなど簡単に操作できる機能も魅力です。リストの次の製品は折りたたみ式カメラ付きドローン。テック RC。購入しやすい価格で、初めてでもドローン撮影の楽しさが味わえる、トイドローン。1080p の高画質カメラ搭載で、美しい映像の撮影が可能です。
スマホと接続すれば、リアルタイムの映像を見ながら空撮が楽しめるのもポイント。ホバリング機能やヘッドレスモードも備わり、エントリーモデルとしておすすめのコスパの高いドローンです。リストの次の製品は、アノフェパロット、パロット。アメリカ軍や自衛隊にも採用されている、信頼性の高いドローンです。コンパクトながら優れた飛行安定性を実現しており、最大秒速 16.6 メートルの耐風性と、時速時速 55km の高速飛行が可能。重量 320g、6.724.4、6.5cm と非常にコンパクトに折りたためるのも魅力です。美しい映像が撮影できる 4K カメラも搭載し、コンパクトで高い機能性のドローンを探している方におすすめです。次の製品は、Mavic Air 2 Combo DJI、DJI。コンパクトながら様々な機能が搭載された空撮用ドローン、Mavic Air 2。本製品は、機体単品に予備バッテリーや低ノイズプロペラ、キャリングケースなどのアクセサリーが同梱されている人気のパッケージセット。蛍光性とパワフルな機動力を兼ね備えており、3方向障害物検知による飛行サポートで初心者でも扱いやすいモデルです。次の製品はドローンホーリーストーン、ホーリーストーン。超高画質の 4K カメラを搭載し、カメラ角度を90度から0度まで調整可能なドローン。壮大なパノラマ映像を撮影したい方におすすめです。飛行速度は低速と高速の2段階が選べるので、好みのスピードで操作できるのもポイント。ホバリングモードやフォローミーモードをはじめ、自動で機関ポイントまで戻ってくるリターンモードが搭載されているので、万が一ドローンを見失った時も安心です。リストの次の製品は、アノフェ FPV パロット、パロット。先に紹介したパロット、パロットアノフェに、よりリアルな飛行映像が楽しめるコックピットグラスが付属したパロアノフェ FPV。手持ちのスマホなどでリアルタイムの映像を楽しめる FPV 機能を専用ゴーグルの装着でよりグレードアップ。一層臨場感あふれる飛行映像を体験できます。大空を実際に飛んでいるような感覚を味わいたい方におすすめです。リストの次の製品は Mavic 2 Pro DJI、DJI。1インチセンサーの高画質カメラ搭載で映画のような撮影が可能なドローン。前、モデルと比べてセンサーの有効検知範囲が4倍になり、薄暗い環境でも鮮明な映像が撮影できます。全方向障害物回避機能が備わり、自動追尾の性能がアップ。障害物をスムーズに回避してくれるため撮影時のストレスが大幅に軽減されます。ハイクオリティな映像制作におすすめな一台です。リストの次の製品はドローン Mavic Air DJI、DJI。とてもコンパクトに収納できる高性能なドローン。アームを畳むとわずか 16.88.3cm と少し大きめのスマホサイズになるため楽に持ち運びにたい方におすすめです。小さいながら超高画質 4K カメラを採用し三軸ジンバルでブレのない滑らかな映像を撮影できます。木々や建物を自動で回避してくれる3方向障害物検知機能が搭載されるので初心者の方でも安心して飛行体験ができるドローンです。次の製品は、スパークフライマーコンボ DJI、DJI。高性能なのに、手のひらサイズで非常にコンパクトなミニドローンです。手の動きで機体を制御するジェスチャーコントロールは、自撮りや仲間との記念撮影などに便利。スマホとつなげば、画面タップで様々な飛行を楽しめるのもポイント。自動追尾や GPS も搭載されており、初めてのドローン空撮を安心して楽しみたい方におすすめです。次の製品は、Phantom 4 Pro V2.0 DJI、DJI。4K の高画質映像と優れた飛行性能を備えたプロ仕様のスペックを備えたドローンです。
1インチ CMOS カメラを採用し、空撮に最適化された高解像度レンズで鮮明な静止画と動画の撮影が可能。5方向障害物検知機能を搭載し、GPS がなくてもスムーズな飛行を実現しています。本格的な映像制作におすすめのドローンです。次の製品は、X4 Air Pro Hub 3、Hub 3。風の影響を受けにくく安定した飛行が楽しめるドローンです。450g の適度な重量とハイパワーブラシレスモーターの力強さのおかげで、初心者の方でも安定した飛行体験が可能なドローン。GPS 内蔵なので、スマホ画面に指で描いたルート通りに飛行する、ウェイポイントや機体を見失っても、自動で帰還するリターンズホームなど、安心機能が充実しているのもおすすめポイントです。次の製品は、ドリーマー 4K ポテンシック、ポテンシック。高性能 CMOS センサー採用で、光量の少ない環境でも 4K の鮮明な映像を撮影できるドローンです。初心者でも安定した飛行が可能な、インテリジェントフライトモード搭載。対象物を追尾するフォローミー機能や機種の位置を気にせず直感的に操作できるヘッドレスモードなどフライトをサポートしてくれる機能が充実している初心者におすすめのドローンです。リストの次の製品は空撮ドローン G のプロプラスハブ3、ハブ3。三軸ジンバルの搭載により 4K の美しい映像をブレずに安定して撮影できるドローンです。最大飛行時間が39分と長く、旅先の風景をじっくりと撮影したい方におすすめ。専用の充電器は、最大3つのバッテリーを同時に充電できます。操縦をサポートしてくれる、自動追尾機能や GPS 機能が搭載され、初めての方でも操作しやすいドローンです。リストの次の製品は、エアーニ S ドローン DJI、DJI。5.4K の美しい動画を撮影できるドローンです。1インチ CMOS センサーが搭載され、薄暗い場所でも鮮明な映像の撮影が可能。4方向障害物検知機能は、林の中や建物が多い場所でのスムーズな飛行を実現しています。新機能マスターショットを使えば、誰でも簡単にプロレベルの映像を記録できるのも魅力。高画質で操作性に優れたドローンを探している方におすすめです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。